熊野神社は東京都新宿区西新宿二丁目にある神社、新宿総鎮守として知られている。神社入口あたり神社は中野長者と呼ばれた室町時代の奇襲出身の商人鈴木九郎によって大江年間に創建されたものと伝えられている。鈴木九郎は代々熊野神社の神官を務めた鈴木氏の末裔で現在の中野坂上から 西新宿一帯の開拓や馬の売買などで在位を、なし、人々から、中野長者と呼ばれていた。鈴木九郎は当初自身のふるさとである、熊野三山の若市地王子を、かつて存在した付近の地名、十二社はこれにちなんでいる。この地名は現在でも、通りや温泉の名などに見られる。神社境内には大きな滝があり、 また隣接して十二社池と呼ばれていた大小二つの池があり、江戸時代には付近は江戸近郊の継承地として知られていた。江戸時代には熊野十二所根源社と呼ばれていた。江戸時代あたりから付近には茶屋や料亭などが立ち並びやがって花町となっていった。最盛期には茶屋や料亭が約百軒も並んでいたという、この賑わいは戦前まで続いていた。 その後、明治時代に入りなが、熊野神社となり、その後神社の滝や十二社池は、ヨドバシ浄水場の造成や、付近の開拓により姿を消し継承地としての、様相は徐々に見られなくなっていった。しかし、熊野神社は、その後付近が、日本有数の高層ビル街と変貌した現在でも、新宿一帯の守り神として人々から信仰を得ている。祭神は、くしきや大神。 イザナミ大臣。つのはず十二社、つのはず十二社は、現在の西新宿四丁目あたりにあった。大滝と呼ばれた滝や大きな池があり、名所江戸百景などにも描かれたほど、江戸時代から遊興地として親しまれていた。明治以降は、下流界でも知られた場所で、池の周りは、料亭や茶屋で賑わったが、その池も昭和四十三年に埋め立てられてしまった。大滝の絵あり、エアリ。 角の十二社は、近年夏季に至れば、都下の農業者群衆死刑大の地藩に、スータのぬぐえ茶屋ありまた崖上より落ちることに涼しく、この池東京名物の位置に、千味市も、木域岸にはあらずと、雲寺と、首書あり。薄い赤色の紙片には、角の十二社大山庭と記されている。清水清風町、東京名物百人一種明治四十年八月、角の十二社、 熊野神社より抜粋、広重、名所、ありがとうございます。